マジかよ。どうも皆さんこんにちは、サルラです。始まったのまた。はい、始まりました。すいません、手短にオープニングを。はい、サルラです。ノックです。マインクラフトジャバ版第8話やっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、ごめん。ごめんさーい。はい、じゃあ今日はですね、スノップさんが見つけてくれた鍾乳石のある洞窟、こちらを雑談ホリホリしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おっと、ちょっと待ってね。はい、では時間がないので早速準備を。はい、荷物の中をすっきりさせて、はいですね、ベッド、バケツあたりはあった方がいいですね。あと食べ物と、ちょっと鉄つる、あ、鉄つる1個あるわ。食べ物、かぼちゃにしよう。あ、間違った、ベイクドポテトにしよう。あ、ベイクドポテトうちめっちゃ持っとったわ。俺15個しかない。あ、そうな。まあ、いっか。あ、どうやって半分取るんやったら、どうしようと。右クリック。はい。いけました。OK ですかね。じゃあ、すいません、道案内。おね、あ、はい、スノップさん、あの盾とか装備してた方がいいかも。ちょっと盾作るね。これ持っていこうよ、これ。あとチェスト、チェストじゃないわ、あの足の装備、レギンス。はい、ここに盾作りました。はい、レギンスがね、ここにね、あるんですよ。はい、取れんか。はい、さあ皆さん、今から洞窟にホリホリに行きたいと思いますので。はい、あ、これ持った。これいるよ。これね、1個持ってるんですよ。え、もう取っちゃった。どういて、かまど、あ、かまどもいるね。OK ですか。行きましょう、うん、こっちだよ。ありがとうございます。そちらですね。間違ったよ、こっちだよ。こっちか。俺がなんか前、はい、スノップはですね、あのレッドストーンを探したときに、うん、うち裏前したかところがあるんです。裏前、うんうん。で、そのブラマイしたところが、うん、に鍾乳石があった。ここか、オッケーです。行きましょう。高さ 10だっけ11だっけかに行けるわけで。ほうほうほう、11ね。うん、でここがほら、うん、おお、一国みたいな感じの。はいはいはい。おお、すごいすごい。これでもなんで取れるかわからんからさ、シルクタッチがいるんとか、その辺がちょっとわからんくて手つけてない。これレアなんかな。わかりました。じゃあ、ここを。あ、スラさん、こんにちは。あ、こんにちは。あ、しまった。ミルダムつけるの忘れてた。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ？ん？鍾乳石、潰れた。潰れた？なくなった？分からん。上から砂利が落ちてきた。これなくならないんだけど、お水まだ。どうされた？お水。あ、大変。ここ穴ぼこが。え？めっちゃ広いやん、この穴。
おい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 、しまった埋めが海なことを忘れていた。まあまあ大丈夫大丈夫、すぐ埋めれるから。オッケー、じゃあまずはそれ埋める作業から入ろう。まったく無駄な仕事を増やしやがってそれそれ、よし、こんくらいで。いやいやびっくりだわあ、で今日の目的はまあ鉄ですよね、サイさん。そうっすね、全然足りんかった。鉄というか、なんて言うんだろう、あ、交易を、村人と鉄の交易をするために。そうだね、石炭とか鉄とか、そう、アイアンゴーレムトラップとかも作りたい。だがしかし、村人をスポーンチャンクに運ぶためにはまたレールという大量の鉄がいるということに気がつき、うん、とりあえず鉄を掘るかという、そういった。あ、また穴ぼこを見た。ちょっとさ、よし、はあ、生きてる。まったくもう。よかったね。いやいやいや、やっぱ砂利トラップはやばいね。埋めとこう、うん、危ない。鍾乳石、あっ、あっ、危ない、あい、ちょっと待って、危ないのがいる。ちょっと待ってくれ、死ぬわけにはいかんのだ。かかってるよ。落ち着け落ち着け落ち着け。よし、こういうことだね。ふぅ、そういえば、ソラさん。はい？ソラさんにだけ語りかけるってあの、アーカイブを YouTube にアップすることにしました。あーソラさん、マイクラでも落下得意ですねディスってるじゃないですか、それ。ちょっと、ソラさんわああ、もうほら、あ、また穴ほげた、やべ。あー、チョコさんがおらんけん、あの落下の絵文字ができんねあれコピーしとこうと思ったのに、しまった。ちょっとやっぱ下、梅が海ってめんどくさいな。いやー、そらさんがついに相当いじり始めてきたよ。いじられてなんぼだから、本当は。ありがとう、おいしい。喜ん、本当は喜んでる。私だ。されるのが得意だよね。わっ、びっくりした、なんかと思ったこれ、これ以上掘ったらまた穴が開くんですよ、上。鉄を取るためのゴーレムトラップを作るのに鉄を取りに来るって大変、なんか嫌だよね
ほんとだよ。サルさん、さらっといじる、OK？ ちょっと外国人。なんで片言よ。ちょっとなんか、ちょっとなんかサルさんが、あの、ツイッチのみんなの視聴者さんみたいな。いやーもうちょっといじりがちょっと過激になってきた。面白い。サルさんやばい、めっちゃ面白い。オッケーですか。サルさんさらっといじる、オッケー？オッケーだ。あ、なんだあの緑色の。ここからどうしますか。スノップさんなんか緑色の。サルいじる面白い。オッケー。オッケーだ。面白い。なんで片言なの。スノップさんやばい。下見てみて下。下下下下下。あれやばい、水がなくなる。あ、光か。危ない。落ちる落ちる落ちる。ちょっと待って、ちょっと待って。落ち着け落ち着け。うんとね、落ち着け。ほらほら、死ぬ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 。水が流す。あ、死んだ。光ゲットできた。光。いや、もういない。ゲットできんかった、炭みたいな。あー、せっかくいたのに、なんてこったい。セル、セル、面白い、オッケー。オッケーだ、もちろんオッケーだ。面白い、サルさんいじったら面白いから、もっとやろう。やろうぜやろうぜ。今日は練習します。あ、ちょっと待って、このゾンビがあれ持ってる光の。おお、それはちょっと喜んでほしいです。え、ちょっと待って、あぶね。よし。あ、ゲットしました、スノップさん。輝くイカスミ。ナイスです。ナイスです。ちょっと私も下に行きたいんだけど。お水に飛び込めばいいよ。暗い。松明をつけるということをしないですか、あなたは。松明つけたよ。あ、上にあれ忘れてきたな。ここもなんか見たことないやつあるやん。そうなんや、なんか緑色のやつあるっしょ。あ、これ光ゴケ。これハサミじゃないと取れんかもしれん。鉄焼けば取れるやん、じゃあ、うん、ハサミすぐ作れる。いや、新しい発見がたくさんあるな。ピューン。ちなみに高さいくつなの？ 15。 深層岩の丸石だって。深層岩、水がすごい邪魔なんだけど。でもそれ、あ、上り下りするやつだからな。これは一体なんだろうか、この石は。滑らかな玄武岩。へえ。ちょっとチェスト作ってもう入れときたいね。あ、チェスト持っていました。ソラさんは大学だから夏休みが結構長かったりするの？あ、何の突拍子もない話すみません。今ふと思ってしまったことをそのまま口にしてしまった。大学生だから何？休みが長いって。夏休み長いんだなと思って。
ああ、そうだよね。7月の終わりぐらいにテストがあって、8級が休みだよね。うん、2ヶ月あったと思うけど。これなんだろう。今深い位置にいるのかな。高さなんて言ったっけ。15とかあ、じゃあ14とか。もうちょい下か。深層岩の丸石。へえ。そうだね。あ、ダイヤだ。スロープさん。ここ。え？そんなに高い位置にあるの？ダイヤじゃないっけ？ダイヤじゃないとかいう、ダイヤを見間違えるっていうことあり得る？あるんだ。これ違う？ダイヤじゃん。鉄鶴がないな。スノップさん、鉄鶴？取って取って。ふぅ。ダイヤの鶴橋作れるんじゃない？ほんとや。3か。3個。うわ、クリーパー来た、クリーパー来た、スモップさん。もう一匹いるよし、か。なくえ、なんか？なんで爆発させるんよ。よし。よしじゃないんだけど。ここにもね、たくさんいるんよ、クリーパーが。なんで？今いいタイミングで映った。おお、なんでよ。盾装備してたやん、今。金で全然大学行ってないんで。夏休み感ないと思うけど、一応2ヶ月あります。ああ、なるそうほどなんや。ね。もう何が休みで何が休みじゃないか分からんくなるね、そしたらね。確かに。ワクチン打ったら大学来いって言われるのかもしれんね。わあ、ちょっと物がありすぎて拾いきるかな、これ。ちょうどね、私の目の前でね、猿うん。さん吹っ飛んだよ。そうだ。いい感じに。ああ、悲しいなあ、もう。ちょっとこれ、危ないやん。落ちる場所。ちょっと私もいっぱい拾っちゃったから、この穴に捨てよう。この穴に。この人怖い。あとなんだっけ、ちょっと待ってね。この辺？この辺？あ、でもまあまあ渡したもん。松明とかあと。れ？これじゃないっけ？ありがとうございます。もう渡した？わかんない。作りたいね。あ、箱あった。箱。いらんのいっぱい入れとく。ぽぽぽ、バイトの日々かー。ソラリンさん、最近頑張ってるって言ってた。なんかいろんなものがなくなってるな。やばい、木がないよ。あるよ、木。あ、よかった。よかった。これがあれば、
セルハシとか作れるからね。あ、棒もあるよ、はい。あ、ありがとうございます。よし、まあ、じゃあここの高さ、ここ OK に。ん？下から女の子を見上げてはダメ。今日はあれだね、サルラダメ出しの日。そうだね。おかしいな。また来た。また来たよ、やつ。スロープさん、なんか出てきた。紫色のアメジスト。あ、カモン、見てきて、見てきて、来てみて。ちょっと待って、姿勢を正してから行く。姿勢を正す、念願のアメちゃん。取れるん、取れるん。オーマイガーの白いし、めっちゃ軽いな。このね、このね、黒いね、ちょっとサルさん聞いて、はい、ちょっと聞いて、はい、この黒い石と、うん、この白い石があると、うん、この紫がその中に潜んでいるらしい。あー、そうなんや。はい、たくさんあるよ。あ、はい、あ、ちょっと鉄鶴作ってくる。うん、あれ持ってなかったっけ。もうなくなりかけてる。あ、めっちゃあるよ、ここ。すげえ。おお、ちょっとくり抜こうぜ。アメちゃん、ナイスカエル、そしてナイスカエルちゃん。アメナイス。あ、サイさん、金も出た。ナイス金。やばい。14か。お、今さらっと。スノップさん、やべえ。こっち来て。くり抜いてたら、ちょっとここ見て。はあ。見て、歩いたらいい音する、いい音する。初めてのアメジストとの出会いや。なんこれ、すげえ。すげえこれ、マジで。あれ、金、これ金って石で掘っちゃいかんよね、きっと。ダメダメ、鉄器がいきますので。え、ザクザクやん。めっちゃあるよ。うわー、すごっ。なんかすごいいい音する。うん、そうそう、上を歩くとね、音がするんで、うん。見てみて、スノップさん。あ、いい音、めっちゃ癒される。そしてここが高さ6。へえ、6。うん、イエーイ、やったー、やったぜ。お前か、お前か。白いの何？崩壊石。えー、綺麗な白い石だね。うん、これいいね、使えそう。じゃあちょっと待って待って、金は取っておいて。えー、しかもここさ、鍾乳石もあったしさ、うん、洞窟いいやん。この洞窟いいね。めっちゃあるやん。わあ、すごい、素敵なお部屋。素敵な部屋。お、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 はいはいはい、ちょっと待ってね。はい。チラララララララ。よし、じゃあそのアメジストに囲まれて一言。こんなに前は探した時に見つからなかったのに、こんなに近くに
小学生みたいだったなんか小学生みたいだ。でも最後のオーマイガーは良かった。ちょっとそれはちょっと良かった。それはね、割と良かった。え、ショートコーフ上げれるかな。うん、いけるね。いける感じかな。8万は硬いね。8万は硬いと思う。本当にね、8万再生とかされたら、うん、多分流行ると思う。 TikTok とかでオーマイガーみたいな。TikTok やってないけんね。うん、私が TikTok をやめた理由、うん、やめたっていうかやってないんだけど、ただ見てただけで、うんうん、投稿とかは一回もしたことないんですけど、うんうん、TikTok をやめた理由が、見始めたら沼っていって、どんどん、うんうんうん、そうだね。そして時間を取られるよね。あと電池の消費量が半端なくて。ああ、なるほど。そう、それでちょっとね、一旦消しちゃったんだよね。オーマイガー、流行語大賞候補。マジ？マジで？うん、ちょいちょい出していこうかな、じゃあ今度から。うん。いいやない？いい持ちネタできたね。うん、スノップの持ちネタオーマイガーや。やったやった。困った時はそれ言えるし、いいよね。夏だそうって。ちょっともこれ作ろう。オーマイガーで。でもね、ちょっとね、一個失敗したのが、俺が今こうスノップさんをこう映しながらやってたんだけどさ。一瞬アングル外しちゃったんや。あ、それが振ってたのに首。そうそうそう、そこがオーマイガーの瞬間だった気がしないでもなくて、ちょっとそこだけが今のところ心配。そうか、うん、じゃあああいう時はうちも第三審査員に三人称ね。三人称視点にしとけばいいね。うん、そっか。いやー、いいわこれ。これちょっと試しにさ、うん、どんなふ、どれが、あ、ダイヤツルハシいけんじゃん。サルさん、ダイヤツルハシも作ってさ、うん、シルクタッチはないので全部くり抜くよ、このアメジスト。よいしょ。オーマイガー早く出したいね。ショートって別にあれだよね。アメ発見からリテイク。リテイク難しいな。そらさん、それ隠さないけんけん。でもリテイクね、リテイクいるよな、やっぱ。スノップさん、ちょっとさ、そのアメジストの部屋入って。アメジストの部屋、うん、入って。お、うん、で、ちょっとアメジストに囲まれたところで一言お願いします。ナイスです。オッケーです、スノップさん。ナイスです。
リテイク、そらさん、くさ。これリテイクってバレないよ。くさギフトありがとうくさ。もうめっちゃアーカイブ残っとるし。残すし。くさギフト、恐縮です。ありがとうございます。もうこれしてる間に1時間経つんじゃないの？気のせい。大丈夫？37分大丈夫。あ、まだ大丈夫か。でも残り30分だね。ギフトありがとうございます、そらさん。いや、でもね、いいよ。それ、面白い、面白い。面白かった？面白い、面白い。これ、いけるよ。なんか、多分さっき、うん、ショット流したら、うん、まあ、8万とか言ったけど、うん、今の見た感じだと、多分、うん9万かな。来た、これ流行語大賞来た。うん、来た。来た。来た。サルさんのあれツイッターでも流行らせてよ。ん？サルさんのツイッターもでも投稿してよ。うちの。俺のツイッターで流行らせてってこと？サルさんのツイッターで。うん。あ、ショートかなんかを流すってこと？あ、ショートをツイートする。あ、オッケーオッケー。それは全然いいけど、俺フォロワーゼロだよ。もう今日の取れ高オッケーですね。オッケーですよ。もう今日の取れ高もうオッケーです。もうやめようか。オッケーです。オッケーです。もうオッケーオッケー。じゃちょっとこのアメジストのさ、種類が。うん、はい、そこを何で、あ、じゃあサルさんは、はい、ダイヤをあげる。ここ、あ、ツルハシ、うん、あ、使っていいんですか、このね、あれ、スノップさん、スノップさん、俺食べ物がない。食べ物、うん、はい、ありがとうございます。2つ、はい、この、うん、ノーマルのアメジストさんと、うん、こっちの、あ、バツ印が入ったアメジストさんと、はい、うん、で、このバツ印のアメジストさんに、うん、このアメジストさんが入るんです。そうなんや。お、いた？うん、そうそう、うん、バツがついてるやつにしか入れなくて、はい、で、このバツがついたこの石は、うん、取れないそうです。え？取れない？ピケルとかで取れない。あ、そうなの？じゃあちょっとこれダイヤで掘ってみてよ。あ、もしかしたら分かんない、取れるけど、うん、ゲットできないっていう意味かもしれない。生えなくなるってこと？じゃあまずはこれからでいい。あ、ごめんごめん、ノーマルのやつは取れた。鉄ピで。いい音。ちょっと待って。ノーマルは鉄ピでいける。ちょっと待ってね。あ、音が変わった。その視線。いやー、オーマイガー。これね、じゃあこの上のやつね。そうそうそう。あ、すごい、削れんのんや。違う違う違う、音が鳴ってる。聞こえる？聞こえん。やってみよう、私も。壊れたよね。うん、割れたけど、アイテム化しなかった。殴るごとにさ、音が変わるんよ。音楽かな、これ。
よし、じゃあ殴ってみますね。あ、取ってみますね。ダイヤで。うん。あ！やっぱなくなるんだ。へえ。で、だからあの罰は動っ取っちゃいけないらしい。本当だね。生えてこなくなっちゃうから。へえ。で、サルさんもう一個。はい。この生えてるアメジストさんは、うん、4段階ちびっこから4段階成長するんだって。はい。で、一番マックスの状態で取るとアメジストのアイテム化として取れる。うんうんうん。つまりどれだってばよ。あー、どれだろう。多分どれもマックスっぽいんだけど。そうだよね、取ってみようぜ。うん、じゃあこいつを。あとは何で取れるかわかんない。じゃあ鉄ピでいきます。まず鉄ピ。はい、鉄ピこれね。うん、私鉄ピで試します。鉄にピアス。おお、あ、鉄ピいけました。じゃあ次ダイヤピアス。はい、ヘビディピアスみたいな。オッケー。うん、アメジストのかけらでアメジストブロックができるんや。へえ。これで望遠鏡とかさ。へえ。あ、そうそう、スノップさん、僕思ってることがあるんですけど、望遠鏡ね、うん、絶対に今後エンチャントが来ると思う。おー、どういうエンチャント？例えば遠くをさらに見れるとか、投資、投資とかね。投資？投資、投資？覗きか。そうだね。女湯をの。サルが覗くのか。うん、女湯を覗ける。絶対そういうのが千里眼つって。めっちゃ遠くまで見えるやん。やば。だからバレずに遠くの女湯を覗けると思う。うん、ええー。もうちょっと。変態の人たちに持ってこいのやつはね。そう。え、サルさん、これアメジストターは取っていいの？ん？これ。あ、まあ取っていいんじゃない。入るんだもんね。また入る。うん、入る。これでもマックスに見えないな、これ。やったー。すげえいい音。だよね。気持ちいい。なんか、いや、綺麗だわね。うん、いい部屋。あ、やべ。おいち、チョコさん、こんちゃん。お昼の味噌ラーメン食べたら眠くなったのでお昼寝してました。おはようございます。おはようございます。おはよう、おはよう。あれ、なんかこんなに上あったっけ。いや、日曜のいいですね。午後からお昼寝。お魚くわえたドラ猫を追っかけて、オーマイガー、剥がしてそれ、うちの寝体験使わんで。そんな安売り宣伝。愉快なサザエさん。まあ確かに安売りはいかんね。うん、やめとこう、もう使わない。そう。よし、これでちょっとしばらくしたらまた見たらいいね。うん、ちゃんと生えてるから。で、これはしまっておこう。うん、よしよしよし。じゃあ引き続きその素材集めを頑張りましょうよ。はい、もう入らんからチェストを作って、はい、サルさんと雑談しながらと、なんっけこれ、ん、あ、洞窟掘り掘りしてます。そうですね。そしたらアメジストのところが見つかったの。いいな、味噌ラーメン。なんかそれ聞いたら俺も腹減ってきたな。また味噌ラーメンね。うん、
すぐ昼ご飯聞くから何食べるのね、綺麗ですよね、これめっちゃ良かった、なんかすげえ癒された。そう、これこのアメジストのここを、あ、サルさんもう生えてる。え？え？生えてる、アメジスト。どこに？ほら、お、チビちゃん。それを、え、早いね。それを見て一言お願いします。今日はいい、今日はいい。ちょ、ポコさん、今日髪がかったの。あ、しまった。髪がかってはない。しまった。スノップさん、ちょっと待ってください。ん？ソラリンさんにスイッチのコメント欄で怒られてた。ごめんなさい。怒られてた。何で怒られてたの？多分、千里眼だと思う。風呂のぞくやつ、うん、おーあと危ない急に来るなよこいつ、うん、このアメジストのここの部屋をちょっと髪がかって見つけたことで髪がかってるはごめんなさい言い過ぎた、見つけたことによって、うん、スノップに持ちネタが生まれたんです、ね、なのでそれは、ね、アーカイブの飛ばして飛ばして飛ばして30分ぐらいのところ見たら、嘘だろこいつ、もう天から降ってきたんだけど。配信終わったらもう他のとことか全然面白くないから見なくていいって、そこも面白いとは思う、面白いなんて言えないんだけど、ちょっと見てもう、ああびっくりした、そうそうって、やっぱそっか、千里眼で怒られたか、ごめんごめん、やっぱ上からめっちゃゾンビとか降ってくんだけど、でしょ、そうなんよ、目の前にクリーパー降ってきたんだよ、上から降ってくるな。じゃあダイヤドもする橋大丈夫かな、午前中も爆発してた、確かにしてた本当だよ。うわ。あ、しかもそう、さっきね、ソラさんがまたいるやん。夢の中にいるときに、サルさん落下したの。落下したの。チョコさんがいたら落下の絵文字があって言ってたの。うわ、ちょっと待って。ね、よかった、ダイヤのツルハシは一応ありました、あ、よかった、ただ、うん、チェストなくなったかな、チェストってレギンスかないな、もう、まあ、爆発だからね、ちょっとなくなってるかもね、うん、空からさ降ってくるんだよ ね、 降ってくるね、シーターみたいに降ってくる、降ってくる、さっき降ってきたゾンビが、でしょ、うん、シーターだけでいいよ、降ってくるのは、シーター、うん、何シーターが降るって、シーター、あ、シーター、シーター、今日はよくお亡くなりになりますね。ナイス。いや確かに今日めっちゃ死んでるな、なんか。死んでるね。舐めてるのかな。舐めプはダメだよ、舐めプは。気を引き締めて。あとどうしよう、どこを掘り進んでいく？まあこれを拠点にガンガン進めていったらいいんじゃないの。高さとしてはここが12なので、この辺掘ってきた、ここが10、あ、プラマイ会場になっています、また死んどる
もう。やめてよもう。高さ10。高さ10ぐらいがいいんですよね。ここが出るって今日朝教えてもらったから。いかんな、無駄な時間を過ごしている。この死ぬ、うわっ、あいた、ちょっと待って、しようと思います。 OK です。ちょっとアイテム取ってきます。はーい。何より大事な村前入り口。 あチェストあった。なんで、あれ、あ、なんかチビゾンの声がする。とりあえず基盤を作ろう。基盤掘っていくためのです。よし、これでいいか。そうだね、俺もそっちに合流しようかな。まあ言うてももうあとちょっとなんですけどね、時間的に。あと何分ぐらいですか。あ、でも1時46分だから、あと14分か、うん、一応1時間を目安とマイクラは。そうだね、うん、1話がベッド持っていってリスチオ、確かに。しかもベッド持ってきてないわ。え、ね、上大丈夫かな村。あ、確かに、やべやべ、ちょっと一回戻ってこよう。もう真っ暗だったよ外。とりあえず私寝れんから。いや、リスチどうしようかな。上に上がれる？上がれるよ。そうかそうか、ベッド持って行ってリスチオか。ナイス、いった。おい、あいつちょっと待て。ん？そうです。じゃあ、まあ、いっか。もう今更だな。どうしよう、村人、あんなに頑張って作った村人壊滅してたら。諦めよう。壊滅してたら裏クラ決定だよね。もう一回村人戻すって。そうだね。よし、OK。いや、なんかね、あまりにもこう単調なやつもさ、ずっと続くと辛いじゃん。ちょっとサルさん、ここ2列にしてほしいんやけど。はい、2列。こっち側か、うん、こっち側か、こっち側の風を同じ方向に。うん、隣をってこと。で左右に広げていくので。ああ、なるほど。あ、ナイス。レッド、あ、なんかレッドストーンの見た目変わったね。赤がすげえ強くなって。クッチャーが変わったって、変わったからじゃない。うん、そっち掘るのね。なんかソラリンさんに言われて、そのリスポーン設定か、うん、久しぶりすぎて本当に忘れてた。そうやったね。確かに。そいつは危ない。そんなに遠くまで行くの？ん？いいえ、こんなもん。3列で掘らんか、縦3で。
え、どういうこと？2列って言ったやん。高さ3でしょう。あ、高さね。さあ、今からやる予定だったやん。じゃあ、私ね、1本目。スノップ、1本目。いざ、尋常に。こちらから。いきます。ダイヤを見つけてきてね。ダイヤ見つけるまでは帰れん。出てたよ。裏技？うん。青いやつ、青い石あるじゃん。ラピスラズリ。ラピスラズリ。確かラピスラズリだったと思うんだけど。あ、サルさん。はい。あ。てかこれさっきのじゃ、さっきのとこじゃない？多分。そんな気がする場所で。だよ。え？あ、本当だ。すげえ。二つ目だ。このラピスラズリがあったら、うん。Z プラスだったかな。Z プラスかなんかに右に3個ずれて下に直下ボイしていったら必ずダイヤにぶち当たるという。ええー。ちょっと数とかプラスマイナスが怪しいけど。だよー、また見つけちゃったー。めっちゃモンスターの音がするんだけど、ここか。え、このフォーって音、村人じゃないの？え、ほんとや。え、え、あ、違う、チビゾーン。チビゾーンなの、このフォーンっていうこと。え、村人の声するよ。どこだ。え、うん、このアメジストの中から聞こえる気がするけど。いた。やばい、クリーパーがいる、クリーパーが。ちょっとこっちで来て。どうすればいいんだろう。見えなかったんだけど。クリーパーを外に出したいから。うわ、めっちゃ近くいる。はあ。これで、そっち側に連れ出して、倒す感じがいいから。さあ、来た。来た。ベッドは吹き飛ばさせないぞ。あ、チビゾンビ。これは。遅いね、なんか。え、なんでこんな遅いの？もっと昔早かった気がしたけど。これぐらいだったら捕まえときゃいいんじゃない？あ、ちょっと待って、サルさん、うち、あれ持ってるよ、ボート。あ、ボート、ナイス？ボート捕まえようぜ。サルさん、これ、これが。どこ来た？スノブさん、後ろに来てるよ。え、どこどこ、ボート。こっちに落として。はい。ちょっとまた溶岩が。危ないって。ちょっと落ちるんだよ。よし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 。こっち来い。はい、はい。
はい。ゲットです。ナイスです。ナイスです。めっちゃパタパタしてる。かわいい。じゃあ、アメジストの。あー、いかんやつおるね。アメジストの守り神。やつちゃんぽチャンクだってサルさんチャンクチャンクソラさんがさすがソラさんラピの生成チャンク内の Z プラス3マス先を下に直下していくとへえーそうなんだダイヤがにぶち当たるというその探し方じゃあまずラップラズルはい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 あーちょっと待ってくださいびっくりしたちょ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 。たくさんいるんよ。やばかったですよね。めっちゃいらっしゃる。きた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 。カモンベイビー。カモンベイビークリーパー。あれ？なんとかなんとかファイヤー。わお。来いよ。きた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 。ここやりやすいな。あ、爆発させとるやんか。穴は塞いで。背通りされた。ヘイト買ってたからねこっち。ガン虫なの？うん、とりあえずあれしよう。電気つけよう。暗い暗い。うん、わーい。2カ所目。なんてこったい。こんなに探しても見つからなかった。あ、またチビゾンの声がするか。それあれじゃない？さっきの捕まえたじゃない？ニワトリの声もするし。高さ的にはここなんやね。これがすごい、ほんとすごい。10の高さか。ふう、いやー、まあまあいい発見できたし、30分ぐらいで取れ高も取れたし、最初。取れた。うん。取れたよ。すごいね、でもほんと。あ、スロープさん、ついに最後にやってしまいました、私。うわ、ナイス。デイヤモンドやないか。このデイヤは俺のもんだ。ん？あ、あ、ちょっと泥棒がいるっすけど、ここはい。わあ。やったね、あったよ。やったよ。ディアモンド。いいですね。じゃあこれをちゃんと上に。ちょっとこれ迷子になるね、サルさん。うん。掘りすぎてるな。
そうね、ここが本当は元々の通路で、そうね、そうね、ここ、ここ進んでるところね。え？あ？おい、おーい、おーい、おーい。よし、上に持ってって、うん、スノープさん、これはね、あのね、安全に行きたいので、うん、絶対これね、クリーパーで破壊されるんだよ、このチェスト、ね、このお水でね、登っていけないんすよ、ちょっと、下手すぎて。だから、ほんとね、あ、びっくりした。これは念には念をね、置いてね、ここに置くよ。もうここに置くよ。あ、上で運ぶんじゃなくて。運ばない、運ばない。ドア作りたいね。見て、この子さ。うん。あれ、アメジスト、しれっとアメジスト持っとるんだよね。ああ、そうだね。よし、ここだな。これで OK。なんかちょっと違う声が後ろから聞こえてきて。物なくなっちゃった。私、持ち物いっぱいで持ってないんす。ここにチェスト置くからちょっと待ってね。やばい。あ、はい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 。お子さんのコメント読んで。ダイヤ、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 ダイヤ。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。ダイヤ、ダイヤ。あ、すごい、ちゃんとダイヤの数しかも合ってる。どこ？さすがやわ。すげえな、それは。さすがプロフェッショナルリスナーや。プロは違いますな。よし、これで大事なもんを入れて、あ、光ゴケ。顔よ。その顔文字。にや。にや。よし、ここに入れて、ここになんかドアかフェンスかなんか置ければ安全なんだけど。ほら、またいるもん、あそこにさ、はい、緑色の。ここをちょっと、もうちょっとちゃんと明るくしておいて。うん。あれかい、あれ作ったんじゃない、人は。いや、木がない、俺。スノップさん、木ないですか？ナイス！ありがとうございます。一瞬、うお！あ、さっきのところに繋がるんだ。うん。おえ。おえおい。ああ。エッペクスしたい。え？禁断症状。できんってなるとね、なおのこと。よしよし、これで OK だ。しっかりいけた。ん？こうか。あとはですね、この洞窟に入る通路、あの斜めに掘ってる、あの高さ2だったから、あれは3にしておきたいけど、まあ今日はいいか。また今度だな。うん。よし、大事なのしまって。村に戻ってみ、見とかない？大事なものだけ持って。わかりました。あの、夜寝ずにおったので。うん。これ、私登る道がさ。うん。
これ水じゃ登りきらんもんでな。なんで？水に入ってスペースをしとくだけで。なんだこれ。水に入った後スペースを押すだけで。うわっ！船！もうちょっとやめてくれよ、ほんとに。松明置いてこ。もう危ねえわ、ほんと。登れないよ。なんで？ちょっと待って。あ、わかった。石積んでから登るわ。この辺でさ。ほい、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 ほい。暗いね。ナイスです。やばい、寄るかもしれない。どうだろう、こう行ってこう行って。あ、そうだ、あれ頭寄るだよ。ちょっと急いでベッド入ります。大丈夫そう。ゾンビ外にいるよ。いいよ別に、そ外にいる分には。おやすみなさい。失礼。あ、そっか、ゴーレム厳重警備体制だった。そういえばそうなんすよ。それで行けたのかもしれない。そうね。うん。荷物が入らんですね。荷物ちょっとあれだな、入らんな。とりあえずじゃあチェスト作っと。お願いします。チェストをお願いします。えい。ちょっと。間違った。私、整理整頓苦手なんですよね。なんで、とりあえずいっぱいいろいろ入れて。こんな感じかな。ハサミも持ってます。 OK。 いやー、村人も増えてますね。ハサミなくなったな。あ、ハサミチェストに入れました。2個持ってた、ごめんごめん。あ、ほんと？あ、ほんとだ。火打ち石場を1スタック手持ちに入れておくと上折り壊し、はあ、なるほど。ほう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 、ほほほ、なるほどなるほど。みんなで勉強しながら。砂を1スタック手持ち入れてると上り折りが壊しが楽。はあ、なるほど、確かに。砂利でもいいですよね、確かに。うん、砂利ちゃんもいけるよ。あ、1スタックも持った。よし、オッケーだ。では、はい、どっち向きだ、こうかな、どっちがいいの。
この村人、こっちあたりにするか。ここあたり。あ、ちょっと待って、じゃあそれ。はい。やばい、1時間超えてしまった。ここで。お、はい。はい。まあ、向きはどっち？こっちか。はい。おお。あーこいつあーやったー、あ、落ちてったよしよし、 OK かな、はい、もうやつはいないかな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。鍾乳石のある洞窟でいろんな発見ができました。無事このアメジストも取れまして、いい音ですね、アメジストって。うん、いい音、あれ、上を歩いただけで音が鳴るし、取っても音が鳴るし、うん、素敵。というわけで今日のマインクラフトはここまでで終わりたいと思います。ありがとうございます。最後にスノップさん、では感想をお願いします。どうぞ。はい、今日はいろいろと取れ高があったような気がして、幸せいっぱいのスノップでございました。よいしょ。ショート作るから見てね。はーい。ショート、そういえばこのさっき上がってましたね、新しいショート。はい、さっき上げました。ちょっとなんかよくわかんないショートあの、僕見させてもらったんですけど、あれ結構私好きで面白かったですけど、ソラリンさん、ナイス GG スタンプ、そして羽ばたく、羽ばたく、羽ばたく GG、 羽ばたく GG ナイス GG、 あの、面白かったですよ。そうなんだ。なんかタイムラインとかに流したりしてますか？タイムラインは流したかな、確か。うん、流しました、流しました。ディスコにも流しとこうかな、あのマインクラフトも。うん。あと僕のツイッターにも流しておこうかな。ツイッターフォロワーゼロ、うん。まあまあいいんですよ。そのうち、徐々に増えていくことでしょう。おい。はい、その他連絡事項ありませんか？ないです。承知しました。ではこれで会を終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何夕べの会って、あの、なんだっけ、学校であるあの夕方の会、なんて言うんだったっけ、あれ忘れちゃったんだけど、あ、帰りの会みたいな、帰りの会か。みんな家に気をつけて帰るように。じゃあお家に帰るまでが遠足だ。はーい、そしたらバイバーイ。バイバーイ。バイ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 。お疲れ様です。お疲れ様でした。よいしょ。さあ、ソラさん、お疲れした、はい。はい、お疲れ様です。ソラリンさん、チョコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。サルさんの視聴者さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、ディスコードを切りたいと思います。はい、お疲れ様です。またでーす。はーい。はーい。よし。皆さんご視聴ありがとうございました。これで配信終わりたいと思います。Twitter のアカウントが作られたりとか。してますので、まあ、興味があれば。あとは、スノップさんがショートをさっきまた作ってくれたので、それは YouTube にも上げています。明日ですね、おお、ソラリンさん。こうか。明日はですね、ちょっと私一人で配信をする予定で、まあ、新しいゲームをしようかなと思ってます。顔出しができないかもしれない。ちょっとプレイステーションのゲームになるので、
単純に接続系がめんどくさくて顔出しはできないかもしれないですけど、まあよろしければご覧ください。ああ楽しみ、ありがとうございます。もしね余裕があればちゃんとつなぎ直してこういう風に映すんだけど、うん、まあ考えておきたいと思います。じゃあ最後に来てくれてる人を読み上げて終わりたいと思います。コマンダーさんありがとう、パウリーナさんありがとう、スノップさんありがとう、そしてソラリンさんいつもありがとう。ではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。